お疲れちゃーん、ご無沙汰してます。あゆかママです。みんな元気ですか？ね、ちょっとあゆかママがサボった数日で大変な出来事が起きてしまいました。雨ね、本当に今ね、そんなこんなのを見れてる余裕はないと思うんだけれども、本当に今日も大雨警報も出てたし、九州にはママの大切なクライアントさんたちもたくさんいらっしゃるのですごく心配してますが、とにかく油断っていうか、なんていうのかな、甘く見ないで、一番なんていうの、最悪の状態っていうのを想定して、行動をとっていただきたいなと思うし、もちろんね、家にいることが一番リラックスできるし、私もなんかそういうのあった時に避難所に行くのとかは嫌だけど、でもやっぱり川のそばにいる人は本当に気をつけてほしいなと思います。本当にね、こういうなんて言うんだろうね、もう千年の一度の大災害が毎年起きてしまうような今この現実をどうしてなのかが本当にわからないし、自然が起こってるってずっと私も思ってたけど、そうじゃないような気もするし、本当に真実はまだわからないから、こういうところで何かを言うことはできないけれども、とにかく命を守る、自分を守るっていうことを第一にしていただきたいなと思います。もちろんそれができないお年寄りがターゲットになってしまって、今回も老人ホームっていうことで本当にもうそれはかわいそうで仕方がないんだけれども、ね、これだけやっぱり水に囲まれてる国だからさ、水の周りで生きていく時っていうのはやっぱり気をつけていかなきゃいけないし、いろいろ考えなきゃいけないよね。本当に何だろうね、こう引っ越すたんびにハザードマップ見て、川見てっていう感じで、私も最近すごく気にしてます。本当に大変だと思うけど、とにかくこれ以上ね、大きな災害が来ないこと、そして一刻も早く元に戻ることっていうことを私はあんまり言いたくないんだけど、とにかくね、今日一日っていうことを考えて生きていこうと思うのね。いつも私もなんか大変なことがあった時ってあんまり先のこと考えない。例えばそうじゃない、だって病気になった時に先のこと考えても暗くなるだけだし、家がね浸水しちゃったら先のこと考えたら暗くなるだけじゃない。だからどうしても自分に悪いことが起きたりとか、もうなんか自分のせいじゃないじゃない。だって私ね、病気になることも決してなんていうのかな、もちろん自分のせいの時もあるけど、自分のせいじゃない時もあると思うのね。だからそういう時はもう先のことを考えるんじゃなくて、今日一日、何をするか、今日一日どう過ごすかっていうことを考えていってほしいなと思うの。あゆかママはね、やっぱり NLP をやってるからすごくそういうのを大事にしてて、毎日こういう付箋にね、あの意図を書いてるんです。例えば今日のセッションの前に書いた意図は、まあ、クライアントさんの名前ね、何々さんの力となり楽しく力づけの1時間にするっていう意図を書いてからセッションに挑んでます。そうして一日一日、その日一日をどう過ごすかっていう意図もそうだけど、私は一個一個に対して意図を考えるようにしてて、一人ずつのセッションに対してだったり、自分のレッスンに対してだったりとか、例えば会食とかでも楽しい時間が過ごせますようにとか、笑顔あふれる時間になりますようにとか、そういう感じで、なんていうのかな、自分の意図だよね、そういう日にするぞ、そういう時間にするぞっていうふうに決めて取り掛かる。これは NLP ではまあ当たり前のことなんだけれども、今回アシスタントに入ってね、やっぱトレーナーのとアシスタントで最初に1時間前に集合して授業が始まるんだけど、今日どういう1日にするって言って必ず意図を設定するので、それをみんなで共有し合うの。体を使ってワクワクする1日にしようぜとか、なんかみんながコネクトしてつながっていく1日にしようよとか、学びがすごくてパッカーンってなる日にしようとか、そういうのをみんなで決めてそれをシェアしていくっていう条例があるのね。すごくいいことだと思ってるし、その習慣を私も一人でつけてるようにしてるから、それと一緒で今日一日どう過ごすか、今日笑って過ごす、今日何かいい情報をつかむとか、大変な時ほど今その瞬間マインドフルネスだよね、他のことを考えない、
起きても来ない、起きてもいない未来のことなんか考えない、今この時を生きるっていうことをテーマにしていただけたらなと思うし、みんなも普通に幸せな一日だってそうやって糸を組んで生きていくことの素晴らしさを私は伝えたいなというふうに思っています。で、あやかママがどうして休んだかっていうと、まあちょっといろいろ忙しかったのもあるんだけど、頭から転んでるダンスの練習中に30分ぐらいそのスタジオで先生の指示のもと冷やしてたから、ここは問題がないんだけど、でも今でもこうやってちょっと触るだけでもすごい痛いです。で、腕も痛いし胸も痛い、要はこうこけてるからね、転んでるから、そういうのもあって、気分が落ちてたりとか、やっぱ月食だよね。あゆかママはやっぱ月がヤギ座だから今回の月食結構来てて、この怪我もそうだし、羊火星とあゆかママのカニ座火星がスクエアで、それの影響もあって多分この怪我はしたんだなとも思うし、ブログとかにも書いた、フェイスブックに書いたのかな、羊ってこう頭なんだよね、部位が顔とか頭なんだよね。だから頭から落ちた瞬間に、ああ羊火星だなってすぐ分かった。でそれで20円出してみてやっぱり原因だったし、田中ママ君投手がもう頭ぶつけたでしょ。やっぱりね、お羊座って頭なので、みんなも気をつけてもらいたいなと思います。で、月食のエネルギーで、そういう私月ヤギだからそういうエネルギーももらうので、そのエネルギーだったり、日曜日本当に朝からオンラインサロンのメンバーと講座で忙しかったりとか、選挙もね行って、なんかその結果に対してすごいブルーになりながら、また週報ですごい罵声を文句を言ってたりとかねして、本当にちょっとブルーだったんだけど、今日はめっちゃ元気です。なぜなら今日はじゃじゃーん、フラノメロンこれはオンラインサロンのメンバーが作ってるフラノメロン、すごいでしょ。あゆかまも顔でかいんだけど、それでも大きさでわかるかな。フラノメロンって食べたことある？すごい高級なメロンなんだよ。これをね、今日うちのお母さん、うちのお母さんの家に届けたんだけど、それをお母さんがお母さんのおかずと一緒に持ってきてくれて、で、お母さんと一緒にランチしたりお茶したりして楽しく過ごして、その後ビタミン C 点滴に行ってその後セッションしてっていう形で、歯医者も行った。なんかそんな感じで自分の有意義な時間と、クライアントさんとの有意義な時間、その後ヒプノセラピーの練習もして、とっても一日フル稼働だったんだけど、すごい全員と楽しい時間を過ごせたので超元気になりました。で、フラノメロンは本当に今回オンラインサロンのメンバーさんが、コロナでこうメロンが売れ行きがないっていうか、イベントもないしホテルもやってないしみたいな形で相談を受けて、その場で他のオンラインサロンのメンバーがホームページを作ってくれて、本当にオンラインサロンのメンバー同士の愛でできたサイト、それをオンラインサロンのメンバーがみんな買ってくれて、また今みんな届いたよみたいな、みんなすごいすごいとか言って写真も送ってくれてっていう形で、すっごい愛情のあるメロンです。ただなんかデパートで買ったのとは全然わけが違う。で、私も今日そういう意味でこうオンラインサロンのメンバーが、いろんなビジネスとかそういう才能をこうみんなでシェアできるようなものを作っていきたいなっていう、また夢ができて、なんかとっても愛情がこう、膨らんでくる、素敵な一日でした。はい。そうだよね。お母さんが持ってきてくれたっていうのもあるし、お母さんと、いろいろ喋ったりとか、お母さんのおかず持ってきてくれたりっていう、お母さんの愛情に触れたっていうのもあるし、なんか、かえちゃんとの YouTube 見てもらえたかな、床掃除。お母さん来てすぐ、クイックルワイパー引っ張って、うちの床掃除してくれてた。見てないのにね。だから本当に、やっぱり習慣というか、私もあの人からこう受け継いだ床拭きの習慣なんだなと思って、なんかそういう姿を見ても、なんか、幸せな気分になりました。はい。ということでね、今日もあっという間に取り留めもない話で10分経っちゃったけど、意図みんなもやってみてほしいなと思います。朝一番に今日どんな一日にするか、笑顔あふれる楽しい一日にするとか、ありがとうをたくさん言うとか、何でもいいから意図を決めて過ごすっていうのをちょっとやってみてほしいなと思います。ではまた、必ず明日ね。